皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて、今月14日からインドのモディ首相が中国の習近平主席を訪ね、中国を訪れました。14日には主席と首脳会談をいたしまして、その席でかなり実務的な話にまで入った、話し合いが行われました。これはインドの首相にとっては非常に珍しいことで、実は初めてと言っていいケースなんですね。インドの首相が中国を訪れるとき、実質的な相手をするのは常にナンバー2の中国の首相だった。ところが今回はナンバーワンの主席が相手を務めた。このことに見られるように、中国は非常に気を使っています。北京を離れて西安まで習近平主席がお迎えに出たり、そして実質的な話の中で、これから5年間かけてもう100億ドルの投資をインドに行うなどという約束をいたしました。このことについてインドでどのように受け止めているか、先ほどインドの友人、シンクタンクの政策局長ですけれども、聞いてみましたらですね、インドに対して中国はこれまでに5年間で200億ドルの投資を約束してきた。今回100億ドル積み重ねた。けれどもこれはただ単に数字に過ぎない。なぜならば、200億ドルの約束をしたにもかかわらず、これまで中国が投資をしたのは実際には 4.8 億ドルにとどまっているということなんです。ではこのインドにとってのこの首脳会談のメリットは何か。それはズバリ時間を買うことだと言いました。インドは中国の脅威に対するために軍事力を増強しなければならない。今一番多くの武器をアメリカから輸入しています。2番目がイスラエル、3番目がロシアです。この軍事力を強めて中国に対抗する力を蓄え、経済も成長させたい、そのための時間を買うことの一助に今回の首脳会談がなったというのが、インドの戦略専門家の見方です。日本もまたしぶとく、そして戦略を立てて、中国外交をしなければならないと感じました。さあ、その安倍総理は先般アメリカを訪れまして、初めて上下両院合同会議で演説をいたしました。この演説についての評価について、そしてまた安倍政権のこれからについて、今夜は産経新聞の名物記者です、黒シャツで知られます、こんばんは。もう石橋文人さんといえばですね、もう安倍側近というよりは安倍さんに一番近い、政局記者というふうに知られているわけですが、石橋さんね、この安倍総理のアメリカにおけるこの議会演説、私はすごく成功だったというふうに思うんですが、ポイントはどこだったというふうに思いますか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。英語は今一つでしたけどね、非常に誠意が伝わった演説だったと僕は非常に大成功だったと思うんですよ。で、14回にも及ぶそのスタンディングオベーション、そうで、演説後拍手もたくさんあるんでしたね。で、演説後10分間の握手攻めにあって、で、何よりもそのベイナーっていう下院議長はもう目に涙を浮かべてそれを拭ってね、でナンシー・ペロシっていう前の下院議長で、今院内総務、この方をもう演説素晴らしかったとおっしゃって、事前にちょっと叙勲のね、旭日大綬章をお渡しするっていうちゃんと根回しまでちゃんとやった上のっていう話はありますけど、したたかではあるけど、もうこれでアメリカとのいわゆる歴史認識の問題は決着がついたんじゃないかな、というふうに思います。アメリカはね、その安倍総理の演説に対して、我々はその和解を果たすことができたというふうにオバマ大統領が言いましたですよね。そして和解を達成するには関係諸国もその努力をしなきゃいけないんだって、日本人としてはこれは、
中国へのメッセージかな、うん、韓国へのメッセージかな、うん、というふうに思ったんですが、そのように、まあ、アメリカは意図していないかもしれませんが、うん、その意図が読み取れるくらいのところまで日本に対する評価をきちんとしてくれたというのは大きいですよね。非常に大きいと思いますね、ですから、まあ、70年同士前に敵同士戦った国がですね、はい、ね、その後占領非占領を経て、それで同盟国としてここまで絆を強めたんですよと、うんうん、でその中でその硫黄島の、はい、いたスノーデン中将、生き残りの方でしたね。そう、それと栗林中将のお孫さんの新藤さん、新藤さんを連れてですね、まあ、非常にそういう形でですね、その70年の恩州の彼方にみたいな、うん、演出をして非常にそれは良かったと思います、うんうん、そうするとね、うん、石橋さんね、安倍総理にとってこれからの、まあ、その難関の一つが、うん、70年談話、この夏に予定されている、この内容を踏まえたものになるというふうに思いますか、うん、私はこれは私の考えの分が多いですけど、うん、おそらくそうだろうなと、うん、でなぜかっていうとですね、日米関係の過去と未来を清算するというのが最大のそのこの間の演説だと思うけど、その中でですね、うんうん、戦後の日本は先の大戦に対する痛切な反省を胸に刻み歩み続けたと、はい、自らの行いがアジア諸国民に与えた、うん、苦しみを与えた事実から目を背けてはならない、うん、これらの点について歴代政総理と全く変わるものではないと、うん、言って、これは明らかにアジアに中国韓国に対してのメッセージとして、お詫びの気持ちを、お詫び謝罪という言葉は使ってないけど、うん、言っていると、これは心としては、そう、心として言っていると、うん、でただ今までの経緯もあり、謝罪、お詫び、うん、そういう、うん、それから侵略って言葉は確かに使ってないですけど、はい、十分伝わるもので、このセリフで中国や韓国はどういう反応をするかというのを見たかったんじゃないですかね。なるほど、うん、で、まあ、韓国はね、国会が糾弾決議をやったりして、うん、まあ、ちょっと仕方もねえなと思いますけど、中国はかなり抑え気味のトーン、すごく慎重でしたね、ですよね、っていうのを今回のアメリカの演説に背踏みをして、でアメリカとの歴史認識の問題はここで決着つきましたよと、うん、この形でいきますけど中国韓国どうですかっていうのを見るっていうのが、僕は安倍総理の最大の狙いだったんじゃないかな、うん、なるほどね。そうするとアメリカの中にもね、安倍総理に対して修正主義者だとか、もう大変なその罵詈雑言が今まで出てきていましたけども、これはかなりそのオバマ政権が、我々はかつての敵が和解をしたんだということを明言したことによって、まあその少なくとも政府レベルではこのようなことは出てこなくなるというふうに考えていいですね。だからやっぱリビジョニストっていうレッテルをなんとにかく懸念を払拭したいっていう部分、アメリカにおいてはかなりうまくいったんじゃないかな、だから非常にそれまでアメリカってのは日本も悪いし韓国も悪いじゃないかという感じが、だんだん日本はちゃんとしてて、韓国はむしろシックアンドタイヤーだった、世間タイヤーも全く嫌になって疲れ果てちゃったよ、うんざりだよ、うんざりして疲れ果てちゃったっていう表現を、割とアメリカの高官や議会関係者が使うようになってきたっていうのは、非常に演説の効果だったんじゃないかなと、うん、いうふうに思ってます、うんうん、まあ、このアメリカでの、あの演説がですね、大成功だった、でそしてその中で安倍総理がおっしゃったことの一つが、この夏までにその安保法制をちゃんと成し遂げますという、まあ、ことをおっしゃったわけですね、これに対してなんて言うんでしょうかね、野党の方反発してるんですが、この安倍さんがおっしゃった安保法制というのは日本の安全保障を確かなものにするという意味で、おじいさんの岸信介さんと非常に似たそのテーマをですね、手がけているわけですが、私産経新聞でね、安保改定の秘密ですか、真実ですか、あれ非常に大きい記事で、石橋さんも入って、私がまとめたんです、まとめてね、その6回か7回か連載しました ね、あれ本当に勉強になったんですけども、いえあの安保改定の真実、あの当時1950年代の終わりの頃と今っていうのはいろんな共通点があると思うんですけど、ちょっと今日はね、この岸さんと
お孫さんの心臓さんの話、この安保改定に絡めながらちょっと聞いてみたいと思うんですが、安保改定をずっと取材なさって、一体何を一番お感じになりました？言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウィル編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってるんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそういう書き写しなんかをね、はい、やるっていうのはね、おかしいですけどね。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。